店長ふいちゃん、パチパチーってありがとうございます。マケリンちゃん、パチパチーってありがとうね、ありがとうね。1週間に10日恋だよ、ありがとうね、ありがとう。皆さんありがとうございますね、ありがとうね、本当に面白いね、ありがとう。歌はいいね、歌最高だよ、眠気覚めるよ。いつも眠ってぐっちゃってやってんだけどさ、あ、にゃみちゃんお上手だってありがとうございます。ありがとうね、皆さんありがとうね。1週間に10日恋だよね、さつきみどりさんの歌ね、これね、レイで歌ったよ、こないだレイで歌ったね、そうよね。あとはさ、あ、吉永さゆりさん、寒い朝なんか来たで、死体に、ありがとう。今日は焼き鳥ですか。そうです、シアさん、うん、焼き鳥焼くんですよこれからね、ありがとう。今ね溶かしてるんですけどね、なかなかね、今度焼き鳥屋さんになりました、ありがとう。わらじかつおさん、よしやさん演歌歌手になればなれますよ。そうですか、もう遅いですよ、ありがとう。わらじかつおさん、よしえ姉さん、焼き鳥屋さんなかなか面白いよって、そうですか。ゆうさん、ありがとうございます、毎度ありがとうございます、パチパチって。ジャスミンさん、バイトのお兄ちゃん遅刻ですか。そうです、お兄ちゃんね、今日はね、ちょっと遅刻よね。わらじかつおさん、電子レンジで焼き鳥温めてください。そうですか、うん、電子レンジ今汚いのよ、おじいさんが使うとお皿が真っ黒けよ。あ、まちょこちゃん、あ、こんばんは、よせさん、ただいま、ほどさん登ってきたよ。そうなん、バス旅行でねって、そう今日だったよね、まちょこちゃんね、よかったね、今日いい日で暖かくてさ、昼間晴れてた、よかったね、まちょこちゃん心がけいいんだよね、いい、そうなん、ほどさん登ったんだ、うん、あれかい、ケーブルカーでかな、お猿の園とか鹿園あったでしょ、そうなん、楽しんできたね、よかったね、うん、心がけいいよ、うん、いい日だった、静かでね、そうね、よかったね、まちょこちゃんね、うん、みほちゃん、焼くの楽しみですよ、歌う焼き鳥お姉さんって、ありがとうございます。あ、店長ふいちゃん、71歳のバイトサボってます、うわらうってほんとね、うん、来るだけよね、来てね食べたいだけ、うん、バイトねダメよ、あのおじいさん使い物ならないわよ、店長さんね使い物ならないわよ、あのおじいさんね、うん、もう行っちゃったでしょね、連携してるよ、ありがとうね、使い物ならないよ。わらじかつおさん、よせさー、炭の用意してくださいってね、炭、うん、ありがとう。おねねちゃん、いつもありがとうございます。よせさん、こんばんはって、ありがとうね、ねねちゃんありがとう。今日は焼き鳥屋のお姉さんに化けました、ねねちゃん焼き鳥屋です、ありがとうございます、ありがとうね、うん、こちら何、まちょこちゃん、そうそう甘酒飲んできたよ、あ、楽しかったよって、そうなの、よかったね、うん、あの上に甘酒あるでしょ、あるよね、うん、お店があるよね、そうね、よかったねね、わらじかつおさん、フライパンで焼く鳥ですね、そうなんです、はい。マケリンちゃん、看板猫のタマちゃんはってね、そうね、タマちゃん、看板猫のタマちゃんいれば売れるわよね、ありがとうね。ねねちゃん、シャモはないのって、うん、シャモないわよ、うん、今日シャモ売り切れ、売り切れよね、うん、ありがとうございますね、シャモないわよ、うん、ありがとうね、うん、面白かったね、この間ね、ありがとう。わらじかつおさん、サンマはありますかって、サンマ、サンマ
美味しいんだけどさ、私も食べたいんだよ。マルザンマが大好き。あのこの辺がね、開きは嫌よ、うん、私もね食べたいと思う、うん、前ね徳地湾で食べたことある。サンマね、うん、白いご飯に味噌汁、サンマいいよね、うん、あれわざわざさ買うとき開いてもらう人がいるのよね、綿をね。あの綿がうまいんだよね、苦くってね、うん、そうだよ。今年のサンマスマートだったって。そうなんですか。あ、じゃあ細いね、うん、ありがとうね。ブリコさん、ヨセさん、いつもありがとう。ブリコさん、ありがとうございます。 ありがとうね。今日はね焼き鳥屋さんになってますよ、ブリコさんね、うん、ブリコさん焼き鳥屋ね、これからね焼き鳥屋のお姉さんになっております。ありがとう。なに、わらにかつさん、石川、なに、あ、なに、うん、アカシアさんま、うん、アカシアさんま、笑うってね、やぶりこさん、かわいいよ、ありがとうございます、ありがとうね、うん、もうそろそろ焼きます、焼きます、うん、ありがとう、ね、慎吾さん呼んでみる、ね、バイトの、あの、バイトのね、うん、ね、お兄さん呼んでみる、ね、ちょっと頭の薄い、ね、あのバイトの頭の薄いお兄さん呼んでみる、ね、あの人よく遅刻するのよ、だから使い物にならないのよ、ね、そうよ、ね、お店なら、ね、うん、焼き鳥屋の何種類、何ですか、焼き鳥の種類、うん、ネギマとね、うん、なんか、うん、あ、皮とね、いろいろあるわよ、ね、いろいろよ、うん、ねねちゃん、笑うってね、私も絶対行くよって、ありがとう、ぶりこさん、うん、ね、ワンちゃん、新人アルバイト、しんごくんって、そうだよ、ゆうさん、笑うってね、あ、もう一人のね、おじいちゃん、ダメよ、もう、遅刻しっぱなし、ね、よた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 、歩ってんのよ。ダメよ、あのおじいちゃん使い物にならないわよ。まだね、 あっちのハゲの、うん、バイトの方がいいわよ。あ、ぐーたらみおちゃん、いつもありがとう、こんばんは、ナイス、おいしました、わろうたーって、ありがとう、ぐーたらみおちゃん、ありがとうございます、ありがとう。あ、店長ふりちゃん、お兄さんの何、お兄さんどうしたん、お兄さんがつまびく三味線に、早くやれよ、ありがとう。あ、えけさー、見えなくなっちゃった、ごめんね。うさぎちゃん、焼き鳥焼くね、何自分で買うってね、わらにかつさん、早く焼きましょう、わらうってね焼くわよ。みほちゃん、わらう、ようかんさん、バイトのしんごさん、招き猫だよって、そう、むりこさん、笑う、しんごさん呼ぼうって、そうね、バイト遅刻よ、わらにかつおさん、よせさん、歌は大丈夫です、早く焼きましょう、笑うってね、ちーぼさん、お兄さん呼ぼう、わかった、ありがとうね、ありがとう。おい、慎吾さん、慎吾さん、慎吾さん、溶けたの、お兄さん遅刻だよ、早く来ないと結球やらないわよ、ね、日球やらないわよ、お兄さんね、お兄さん遅刻じゃダメよね、寝てるんかいってね、ああ来るよ、知ってると思う、お兄さん呼ぼうって、注文たくさん入ったので、よせさん、食べる焼き鳥残らないよって、そうだね、マケリンちゃん、そのぐらいさ売れればいいね、マケリンちゃんね、そうね、うん、寝てるんかいって、ねねちゃんね、トニー田中さん、慎吾片付けできないよって、そうなんね、本当だね、つんぼ達夫さん、早く来ないとクビだよ、笑うって、そうだよね、つんぼさんね、クビだよ、わらにかつおさん、よせさん、注文100本入りました、
そう、100本これから刺さなくちゃだ。もうないよ、刺す。でも本気でやるよ。100本入った、ありがとうね。100本、大変ね。ネギ切って、肉切って、刺さなくちゃね、本気でね。そうね、根性なくちゃできないよね。ありがとう、わらじかつお様、中門、ありがとうございます。100本、ありがたき、ありがたき、ありがたやだ、ありがとね。みほちゃん、お忙しいですよって、ねねちゃん、持ち帰り10本お願いしますって、ありがとうございます、ありがとうございますね。人気の焼き鳥屋さん並んでいますよって、ありがとう、ありがたや、ありがたやだね、ありがとう、ね、そうね、ありがたいね。皆さん注文たく殺到してありがたいね、ありがとうね、ありがとう。呼びし森谷ひろしさん、ありがとう、ありがとうね、ありがたや、ありがたや、あそれ、ありがたや、ありがたや、あそれ、腹が減ったらおまんま食べて、命尽きればあの夜行き、あそれ、ありがたや、ありがたや、あそれ、ありがたや、ありがたや、ありがとうございます。ぶりこさん大繁盛ですね、ありがとう。おねねちゃんパチパチって、ありがとうございます。こちら、いい、超いいね、ありがとう。注文100本じゃ鳥が足らないよって、そうね、つんぼさん困ったね、困った、仕込みしてねえんだ、ありがとう、つんぼさん困ったよね。えみほちゃんね、うわパチパチって、わらじかつおさん、よせさん、歌はもう大丈夫ですよって、ありがとうね。じんぼさん、ありがたいやってね、こちらのりがよいわってね、ぶりこさん、ありがたいや、パチパチ、ありがとうね、ありがとう。あの人来ねえな、あのバイトのじお兄ちゃん、バイトのお兄ちゃん早く来いよおめえ、おいバイトちょっと待ってだとよ、待ってだと。ジャスミンさん、おじいちゃん大将が仕込んでますよ、そうあのおじいちゃんが仕込んでるかもね、ジャスミンさん、確かに、うん、仕込んでるわよね。間に合うかしら、3人で間に合うよね、なんとかね。おじいちゃんよちよちしなくても座ってさせるもんね。そうですね、ありがとうね、ジャスミンさんの言う通り、ありがとうございます。ブリコさん笑うってね、わらじかつおさん、いつまで仕込むんですか、笑うって、100本じゃ結構仕込むわよ、おじいさん寝てる場合じゃないわよね。そう、氷のリレアさん、こちらすごい味になりそうだそうだね、おじいさんじゃすごい味になるわよね。そうね、ねねちゃん管つけて仕込んでるの嫌だそりゃそうだね、私も嫌だ、食べたくねえよ、そうだよね、嫌だよね。ののちゃん笑う、わかるってね、うまけにんちゃん隠し味がってね、うん、隠し味あるかもね、特別な味がね。そうね、みほちゃんうわーやーってね、ね、隠し味あるわよ。いわちゃん焼き鳥紐でつるってるの、おーってね、そうよね、紐をねつるってね、そうだよ。わらじかつおさん、よせさん焼き鳥どんぶりの注文入りました。そうですか、どんぶり、うん、ありがとう。あ、久しぶりの注文でね、どんぶりの蓋忘れちゃったよ、久しぶりの注文で、ありがとうございます、ありがとうね。あら、どうしようもない、あ、久しぶりの注文でどんぶりがないわよ、ありがとう。あ、蓋がないわよ、いいですか、蓋がなくても、ありがとうございます、
ありがとう、わらじかつお様。ありがとう、ね。焼き鳥、販売までですか、うん、販売まだですか、もうすぐです。あの、ね、バイトの、ハゲが来ない。バイトのハゲ。何やってんの、あれ。ね、ハゲどうしたの、サランラップ、大丈夫ですか、うん、サランラップあるわよ。ハゲがめった買ってくる。あるのに。困ったわね。ほんとね。そうだよ。ね。ありがとう。ハゲ何やってるの、参っちゃうね。ね。ハゲ、参るわよ。参っちゃうよね。ポーチ、ポテチさん。ポテチさん、こんばんは。って、こんばんは。ポテチさん、いかがですか、焼き鳥でございます。ポテチさん、ご注文ございますか、ありがとうございます。あ、ゆわちゃん、焼き鳥屋さん、ナイス。ポチーって、ありがとうございます。ありがとう、ね。ナイス、ありがとう。ありがとうございます。ゆわちゃん、ありがとう。豚串がいいです。そうですか。豚、豚、焼酎も入りました。って、そう。笑いかつおさん、焼酎、焼酎あるかしら。一升瓶ならあるわよ。おじいに送ってもらった。一升瓶でいいかしら。レバーありますかって。レバー今日あいにく売れ切りなんですよ。ごめんなさいね。レバーね、ちょっと売り切れちゃって。ね、ありがとう。焼酎も入っちゃった。大変だね。レバーないわよ。ごめんね。せっかくね、ご注文いただき、ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう皆さん。ね、レバーがちょっとない。よしやさん、お店やったらいいお店だろうなって、そうですか、ねねちゃん、ありがとうございます。わらじかつおさん、キリンビール大丈夫ですか、ビールですか、うん、ビールはね、こないだね、慎吾さんの部屋ね行ったらね、片付けてちょっと、そうしたらさ、袋があった、うん、ほいでさ、袋にさ、ビールと缶チューハイあった。あれ天然さんが持ってきてくれたのを、おじいが飲むっつうんで、慎吾の部屋に隠したんだよ。あれあったよ。あのビールでいいかしら。ありますよ。あれ、まだ飲めますか、天然さん持ってきた。うん。私のおばあちゃん、秩父で焼き鳥やってるん、岩さん。ほんと、はあ、誰だべ。お店の名前なんだろう、岩ちゃん。ね。ポコピーちゃん、まだ焼かないの、もう焼きますよ。バイトのお兄さんまだ来ないの、ゆうさん、お姉さん、ビールもいっぱいだーって、ありがとう。こちら、ありがとうございます。こちらの KP、 ありがとう、ありがとうございます。ゆうさん、 KP、 ありがとう、ありがとうね、見えねえんだ、 ありがとう KP、 ありがとうございます。ありがとうね、うん、わらじかつおさん、早くってね。つんぼさん、よせいさん、お店やったら赤字だよ。しんご、ただで食べる。うん、ただで食べるよな。うん、岩ちゃん、もう亡くなりました。そうだ、うん。秩父でお店やってたんだ。そうだ、うん。ほら、うん。ポテチさん、タレ派ですか、塩派ですか。私、どっちかって言うと、うん、タレが好きだな。塩もさっぱりしてうまいよ。最近塩も好き。うん、そうね。それで、あの、辛味噌があるじゃん。辛味噌つけるとうまいね。うん、辛味噌あるよね。味噌の。うん、わらじかつおさん、からしも注文入りましたって。そうですか。からし。からしはたくさんありますよ。慎吾さんがチューブでいっぱい買ってあります。ぜひぜひお使いください。ありがとうございます。開けてよろしいですよ。ありがとうございます。ねねちゃん、ゆうさん、KP10 個。ありがとう。そうなん。字が見えなかった。ありがとうね。ねねちゃん、ありがとうございます。ゆうさん、ありがとう。KP10 個、ありがとう。ありがとう。たくさん注文入って、ありがとうございます。ありがとう。うん、KP ね、10個はすごいわよ。ありがとうございます。ありがとうございますね。ありがとう。うん、ブリコさん、パチパチ。ゆわちゃん、ハゲバイト早く来ないかなってね。
わらじかつおさん、よせさー、焼き鳥まだですか、あー笑う笑うってね、みほちゃんパチパチ、しぼちゃん、ゆうさんパチパチ、ありがとうありがとう。私もね、あれだね、バイト行ってさ、いや、なんだっけ、蕎麦屋で、これ継いだで、KP、難しいんだよね、あれね、こう斜めにするんだよ。で、ギッグンってやって、ガーってやるのね。ほんで、斜めにして、ある程度ね、止めるんだよ、こう、ひっくり返して。ほんで、あと、ぐーって後ろにやるとね、泡がこのぐらい入る。泡。難しいんだよ。泡が全然ないもん、みっともない。泡作るね。私ね、こうやって、蕎麦屋でやったよ。ぐーってやってね、こうってやるとね、泡がこのぐらい。最高だよね。みんな告げない人いっぱいいたよ。前だからさ、パチパチっていいね、ありがとういいね、ありがとうございます、ありがとうね。ギボアイコさん、ナイスしました、ポチってありがとうございます、ありがとうございますね。あーわー飲みたいってユウさん、ありがとうありがとうね。 KP たくさんありがとう。あ、皆さん、KP たくさんありますから、ビールのご注文ありがとうございます、ありがとうございますね。トニー田中さん、行きたいですが何時まで営業してますか。そうですね、バイトが来ないんですよ、まだ私だけじゃダメなんですよ。バイトのね、ハゲだるまさんが来ないのよね。ハゲがね、あの人ね、クビだわよね、チョーク来ないわよね、遅刻ばっかりして呼んでも来ないのよ。ダメだよ、ああいうの。居酒屋バイトでビール、ジョッキ8杯いっぺんに運んでと。そうですか、8本、どうやってやるのね。ね、まだ焼き鳥食べてなかったの。食べてないよ。わらじかつおさ、焼き鳥焼き揚げ明日になりますそうですよって。あ、美穂さん、みんなで飲みたい、ハゲだーるまさん遅いよってね。つんぼたつおさん、しんごくん早く出てこい、夜が明けるぞってね。ほんとね、ぶりこさん、ハゲだぬわさんってね。あ、ハゲだぬわさん来ましたよ、ありがとう。バイトのハゲだぬま、遅刻でございます。あ、給料はなしだよね、ハゲだぬわ、便所減っちゃったよ。手洗わねえとね、皆さん食えないわよね。来た途端便所に入りました、ハゲだるま、わらじかつさん来ましたね、れんちゃん来たってね、待ってたんだろうってね。ぶりこさん笑うってね、便所減っちゃったよ、ありがとうありがとうね。ハゲだるまどうしたの、せっかく来たのにね、みんな待ってんだよね、ムカつくんね。お客さん待たしたらもう来ないわよね、お客さん待たしたらもう来ないわよね、皆さん ね、やっぱりね。あ、前田かりさん、いいね、ありがとういいね、ありがとう。ハゲだるま笑うってね、あんたお客さん待たしたらもう来ないわよ。バイトやりますよ、じゃあ。バイトのお兄さん、ハゲだるま、うわ、これ延長になっちゃってるな、まあいいや、ね、ちょっと一回枠取り直しましょう。え、なんで切るの、タイトル変えた方がいいです。